はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の三角関数と極限丸二をお送りします。で、今回は3問やりますので、まず一回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まぁ、今回はですね、前回の続きだと思ってください。まぁ、全部、まぁ、この辺がね、不定形になってるんで、0分の0とかね、なってるんで、まぁ、変形しながら解いていきましょうというタイプの問題です。で、まず1番に関しては、このね、1-cosx です。まあ、こいつが目印ですね。これは前回の動画でも1問入れましたけど、これが出てきたら、上と下に1プラス cosx をかけてください。これですね。これを分母と分子両方にかけていきましょうと。で、そうすると、リミット0に近づくところの分母は、まあ、そのまま行きましょうか。x2+cosx。で、分子が、ま、公式使うとね、1-cos(x) になります。公式使うと 1-cos(x)。で、これは公式で sin(x) と同じですと。ね、これ同じになってるんで、まあ、こう変わりましたと。で、こっから、ここですね。ここをまずうまくくっつけちゃいます。そして、あと書き忘れた。まあ、途中式がなければね、まあ、リミットわざわざ書かなくてもいいんですけど、時間もったいないからさ、テストの時ね。まず、x2乗分の sin2乗x。これは、書き直すとね、x分の sin(x)2乗と同じですと。で、残ってるのが、1+cos(x)1と。まあ、ワード分けて書いた感じね。こうやってね。で、こうなりました。で、前回やったように、リミット、x を0に近づけるときの、x分の 3x っていうのは1です。これ公式ね、1となります。だから、こいつ1の2乗なんで結局1だと。で、あと、ここの cos(x) の x に0を入れると、cos0 は1です。これもね、三角関数で昔やってるからね。1なので、まあ、ちゃんと書くなら、1の2乗ね、ここ。かける、1+1/1っつってね。もう1だらけかって話だけど。で、これで1/2で終了と。こんな風にやってください。で、2番ですね。まあ、これはもう特徴がはっきりしてて、ここですね。x が0に近づかないっていう。まあ、x 今回2/π に近づけてるんですが、これは文字を使って置き直します。他の文字でね。基本的にこの三角関数と極限はここ0に近づけないとこれが使えないんですよ。この x 分の 3x が。だから0に近づけたいと。で、どうするかっていうと、x が2分の π に近づいてるので、x-2分の π を、まあ、t とかって置いてください。違う文字でね。これが x が4分の π に近づいてるんだったら、x-4分の π にします。なぜかっていうと、これ、x 2分の π 近づきますよね。そうすると、2分の π-2 分の π になるから0。つまり、t は、0に近づくということに置き換えられます。いいかな。だから4分の π だったら、x-4分の π にするといいよっていう話。で、違う文字で使ってしまったので、分母と分子もそれぞれ変えます。で、まずじゃあ分子から行きましょうか。cosx は、コサイン x はこいつ持ってくると t+2分の π になります。これね。で、まあ、これをね、なんだっけ、まあ、シータで習ったかな。シータプラス2分の π、90度動かした時を暗記してるんだったら、まあ、これマイナスサイン t なんだけど、もちろんそれでも構わないし、ちょっとね、まあ、昔のことなのでなんだっけと思う方は、まあ、テストの時とか単位円書いてもらって、こうやってね。で、まあ、自分がよくやる方法ですよ。もともと t と t+2分の π が考えてるんで、こうやって薄いところに t 持ってくるんですよ。こうやって t ね。で、t+2分の π っていうのは、そこから90度足したところなので、まあ、こうなりますと。いい？で、cosine の t+2分の π なので、t+2分の π の cosine は x 代表ね。ここですわ。ここ。と、sin。t の方の sin っていうのは、今、ここってコサイン狭いですよね。よくこれ狭いと広いで考えるんですけど、
狭いんで、ここの狭いこっち、つまり Y 座標に変わってるからサインと同じになりますと。ここと場所を比べるとね。で、あとは符号が大事で、もともとここマイナスなんですよね。マイナス。でもここ図でわかるようにサインの方プラスになっちゃってると。異符号なので、ここにマイナスをつけて合わせますみたいな。まあ、これは三角関数の動画の時にやってるんで、まあ、そっちで確認してもらえたらと思うんですけど。いいかな。まあ、そんな感じです。で、次、分子の方は、2x-π。で、まあ、x のとこにね、同じように代入すると、t プラス2分の π-π。で、これ、配ると π 消えるんですよね。つまり、これ 2t になりますと。で、これで、このリミットの下の部分、分母、分子、全部 t に置き換えられたので、与えられた式が、リミット t が0に近づけるときの 2t 分のマイナスサイン t と、こうやって変えられましたと。x だったものがね。で、まあこれね、すぐいけるかと思うんですが、まあ一応書きましょうか。0に近づけるときの、まあ、マイナス2分の1前に出して、t 分のサイン t。で、t 分のサイン t をここと一緒ですね。1になりますので、下行こうか。答えはマイナス2分の1と。これで終了となります。よいしょ、ごめんね。この置き換えはすごく出てくるので、まあ、定期テストとかに範囲に入ってれば、まあ、1問は出すと思う。うん、これはね、スルーされないと思うんで、まあ、ぜひね、やり方覚えておいてください。で、3番です。で、3番はですね、まあ、分子のところ、cos3x-cos2x の部分が、まあ、ちょっとめんどくさくって、で、前回やった動画みたいに、こう、左側と右側に分けてやってもいいんですけど、ちょっと多分ね、行き詰まると、そのまま行ってしまうとね。で、まあ、コサイン引くコサインが出てきてるので、まあ、和積ですね。懐かしい。和積の公式使いましょうと。ちょっと書きましょうか。コサイン、a-b ですね、今ね。a-b の公式は、マイナス、まず2が出ます。で、コサイン、a-b は、サインサインに変わるんですけど、サイン2分の a 足す b かける、サイン2分の g がちょっと汚くてごめん。a-b と。これ和積の公式ですね。まあ、昔やったやつ。で、それを使うと、まあ、分子の部分ね。ちょっと書きにくいんで、分子の子でいい。部分が、まずマイナス2が出ますと。出る。で、サイン、うん。3x と 2x 足したら 5x。それを2で割るから、2分の 5x かける、サイン、引くと、3x から 2x 引いて 1x。それに2分のがくっつくから、2分の 1x と。まあ、和積の公式使うと、こうなりましたと。で、ちょ、リミットを外して、ここに書いてっていいかな。今、ここに x 入場くっついてるんでね。で、これを変形していきます。うまくね。で、どう変形するかっていうと、まず、マイナス2はちょっと置いときましょう。置いといて。で、サイン2分の 5x と、まあ、サイン2分の 1x、同時はちょっと処理きついので、こう分けます。こうやってね、二つのバーに分けましょうと。で、まあ、ここでやったように、2分の 5x を倒すためには、ここに2分の 5x がいないと、処理できないので、ここも同じね、2分の 1x がいないと処理できないんで、まあ、これは無理やり作っちゃいます。このまんま。そうすれば、リミットかければ、ここ1になるからね。こいつもそうだけど。処理しやすくなる。でも、今、無理やり作りましたと。じゃあ、今、無理やり作ったものをかけると、x2 乗はね、ちょうどいい感じでいいんだよね。もともといるから。ただ、4分の5が余計に出てきてしまうので、そいつを消すため、つまり合わせるためね。帳尻を合わせるために4分の5をかけておきます。こうすることによって、これ全部かけたら元戻るからね。で、こいつにリミットをかけると、ちょっとリミットかけたと思って。ごめんね。書いてないけど。マイナス2そのまんま、こいつ1、こいつ1。で、4分の5となるので、答えは、マイナス2分の5と。これで終了となります。まあいろんなタイプのね、問題があるんですが、まあこの 1-53x 超有名なんでね、まあ覚えてもらって、まあこのね、置き換えも覚えてもらい、で、和積もね、たまに出てくるイメージが
あるんで、まあ、よかったらね、まあ、この3問ぐらいはもしテスト出てきたときは、おっしゃっていう感じで、ぜひね、解けるようになってもらえたらと思います。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。